8万ってば。うぬって言ってない。イエーイ。お前別のクラスだろ。イエーイ。おい、起きろアホ。どちら様ですか？俺が聞きたいわ。あ、かなでさんじゃないですか。おはようございます。おはようっておはようじゃねえよ。うちの両親が留守だからって何普通に暮らしてんだ。ふみよ。ん？怖っ！は？あんな人形この部屋にあったっけ？ないわー。見た。なし崩し的に止めちまったけどいいか、今日こそ出てってもらうからな。嫌ならか出てけっつってんの。てめえ、そんなことで俺を洗脳しよったってな。俺は絶対にだな。朝ですよ。もうちょい寝かせて。ああほら起きる、朝ごはんできたよ。ああもういいって、朝いらねえって。バカ言ってんじゃないの。朝ごはんは一日の頭のエネルギーの元になるんだよ。ああもう女の子がそんなメガにつけた顔で輝ってきなさい。うざやろ、私は誰の指図も受けないね。しょうがないわね、うん、どれこっち向きなさい。ちょもうほんとマジ勘弁して、二日酔いなんだって。いい年こいてそんなになるまで飲むんじゃないの。シャキッてしなさい。ほら綺麗になった。女の子は綺麗にしないとダメ、うん、おはようございます。あれいい匂い。あらおはよう。おはようございます。あんたたちこの子の世話ちゃんとしてんの？本当にもうしょうがない子たちなんだから。ご飯どうするの？大盛り中盛り？じゃあ中盛りで。何言ってんの、そんな痩せた体で。男の子はねちょっと太ってるくらいがちょうどいいの。ご飯は中盛り大盛り？いや僕もう食べてきたんで。何言ってんだあんた、そんな眼鏡かけてしっかり食べないから目悪く。銀さん、ああ誰ですか？あれあれだろう、母ちゃんだろ。え、銀さんの？いやいや俺家族いねえから。おめえのだろ。すいませんね、なんか物食べながらしゃべるんじゃないの。すみません。ちゃんと噛むんだよ。20回噛んでから飲み込みな。言っとくけど僕も母さんは物心つく前に死にました。かぐらちゃんでしょ。私のマミはもっと別府にある。それに今は星になった。母ちゃんだよ、八郎の母ちゃん。八郎って誰だよ。つが八郎の母ちゃんがなぜうちで母ちゃんやってんだよ。うちの田舎じゃね、母ちゃんはみんなの母ちゃん。私もいつかは有名になって夢の印税生活。あーくーあーするよー。あーそうよしこ、うるさい。まだ6時だぞ。あ、どこ見てるの？人が困ってるのに。ごめんごめん。あ、富樫君のエッチ。やめろよ。富樫君のエッチ。やめろよ。エッチ。ああ、やめて。ああ、やめて。ああ。やっと戻ってきたか。お前のせいか。あ、雪広。あら。あ、雪広、おはよう。おはよう、豚野郎。無理だ。こいつを心の底から笑わせるなんて絶対無理だ。心臓マッサージ。やり方合ってるのかもわからん。だがやるしかないんだ。いや、人工呼吸か。首は動かさない方がいいかも。いい顔だ。たまんないね。さあ、おっ始めるよ。使えないね。待ってな。薬を取ってきてやる。そいつを使えばみんなあたいに夢中になる。あんたもあたいにむしゃぶりつくのさ。おいおい、ホタホタ、おい、しっかりしろ。ひじきがどうした？大丈夫だ。ちょっとフラッシュバックしただけ。ごめん、やりすぎたわ。ひじきだった頃の面白いんだよな。今度はほうれん草。え、ほうれん草？決めました。私、ハルトさんの本当にチューするのです。この状態から打てる最善手、これしかないです。貴様、だったら私も。正直よくわからんかった。やっぱ眠い。おい、てめえら何考えてんだ。それはその。あっちはクラスの中でもカースト上位のグループ。こっちは同じくカースト上位だけど優等生グループか。向こうは普通の子たちのグループで、あそこのグループは。いや、だから今度こそすごいんだって。昨日ネットで見たローランドゴリラがちょっと分類不能。詳しいことは後ほど述べるが、これはそんな時代に生きる俺たちの物語である。軽い子は起きないのが悪いんだよ。ほら、嘘。おっとっとっと、いった。なので、ハルト、愛してる。ハルトさん、大好きです。どうだ、愛の吐息は。素敵、大好き。愛を伝えたのだ、ハルト。ねえねえ、ハルトさん、かわいい。愛らしいものだな、ハルト。ハルトさん、ハルトさん。おはよう、ちなちゃん。おはようございます。おはよう。なんであんな場所に。ほふく前進の夢でも見ているんでしょう。兄ちゃん、朝だぞ。こら、いい加減に起きないとダメだよ。もうもう、兄ちゃん、朝だぞ。こら、起きないと遅刻しちゃうよ。もう judgment lights up.